もどうもゆうすけです。まさとです。いや、二人でゆうすけでしょ。そうですね、そうですね、はい、ゆうすけです。今日は皆さん来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。こんな前陣取ってくれて嬉しい限りですね。嬉しいですね。ただ光が強すぎて前見えないっていうね。本当ですね。誰だろうなぐらいの。カバちゃん見えないよ、はい。今日、こうやって、時間をね作ってくれたあのまずベースさんにありがとうございます。ありがとうございます。緊張するよね。緊張するから曲いっちゃう。いきますかね。曲いっちゃいましょうか。めちゃくちゃ緊張して、しかもこの辺近すぎて見えないからもうずっと遠く見せるしかない。はい、じゃあいきます。あ、で一応今日4曲やるんですけども、あの申し訳ないです、あの技術不足なもんで、カバー曲が3曲ということで、カバー曲が3曲の1曲だけオリジナルをやりたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。答えがあるなら君さえ知らない君を見つけるたびに出かけよう。轍さえもない道をただ進め、抱えきれない夢が不安に変わり、そうな日が来たら、そんな時は僕のところへおいで、歌を歌ってあげよう。涙枯れたその後にだけ見える光、明日を照らす。どんなに遠い君は何を見ているの？昨日を振り返るなら、見えない明日に目を凝らせ。こんなに強い自分がいることに気づいたのは、この道が誰でもない、選んだ道だから、しがらみの中をかき分けて進め、水だらけの両手がいつの日か輝いて見えるまで、開いた扉通り抜けてもそれじゃ強くなれやしないよ。閉じた扉叩き潰して行こう、君の未来の方へ。時は僕のところへおいで、歌を歌ってあげよう。涙枯れたその後にだけ見える光、明日を照らす。どんな時も僕はいつでもここで歌を歌
対島。ありがとうございます。すいません、どういうことですか。酔っ払いですか。酔っ払い最高。楽しんでますか。いや、まだ始まったばっかやね。カブクラフー、ちょっと休憩。小袋みたいにおもろくないよ。酔っ払い。なんだろう、初対面の気がしない。そうですね。だね、気づいたらハギちゃんいないしね。いません。あ、なんかハギちゃんドラムやるらしいよ。いや本当にですね、あの35年以上ぶりなんですよ。この日のためにちょっとだけ練習したんで。この日のためにね。あ、山本さん。なんだろう、この身内感なんだけど、でも酔っ払いイエーイ。なんだ、俺今日一番ライブ楽しいわ。ベースイエーイ。ありがとうございます。いや本当に何が起きてるか分かんないんですけど。こんなはずじゃなかったっていうですよね。うん、でも確かにさっきのね、中井優乃さんも言ってたけど、声は聞こえるけど顔何にも見えないっていう。ベースイエーイ。ちょっと待って、ちょっと待って、あの主導権は握られたくないんだよね。ありがとう。完全に食われてるからね。いや負けねえし。ライブってこんな感じなんだけど、まあでもね、こっからはね、ちょっとバラードが続くんで、まあ、ちょっと静かにしてもらえたら嬉しい。すいませんね。いえいえ、まあ、次も、カバー曲です。後ろのお姉様方が言ったように小袋でもう一曲いきたいと思いますので、よろしくお願いします。未来で。忘れそうな時、君の涙で思い出す。何のために歩いてきたのか、何度でも教えてくれる。土手に敷かれた二度目の春を連れて歩いた肩こい風。君といつか同じ枝の上並んで咲いてみたい。時々切ない瞳で笑うのはまだ見せられない心があるんだね。こんなにか細く折れそうな枝の先にも君の切り落とさないで、今を笑って振り返る。君を守りたい。
心折れそうな時この方にもたれてくれたら抱えていた大きな荷物も大切に運ぶから僕の明日にはいつでも君がいてどんな迷いも沈める風になる届けもしない心深くに身を知る雨どんなにか細く折れそうな枝の先にも君の未来が生まれてるまだ見ぬ日々を切り落とさないで今を笑って振り返る君を守りたい心深くに身を知る雨抱きしめるそばにいたい失敗してすみませんでした清田ごめんね間違えちゃって本当ありがとうありがとうはいはい結構食われるなやっぱ食ってるよねちょっとやっぱ休憩いやでもね本当にありがたいことにね盛り上がってくれたんで終わってないけどね盛り上がってくれてすごく楽しいです本当にありがとうございますありがとうございます生きてるよどうですかハギちゃんのドラム良かったですか30年以上はきついね本当にねいやいやよく言うよ、ね、毎日通ってたじゃんドラム教室いやいやいやそれは冗談でしょごめん変な嘘ついてごめんねいや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 でもね皆さんのおかげで緊張もね解けてるんですけれども失敗してしまったという、しかも DVD も入っているの失敗してすぐもう多分ね一番へこんでるの俺だからあんなに練習したのに大丈夫かなかっこいいちょっともうここだけ声を大にして録音してほしいよねかっこいいいいねハギちゃんもありがとう娘来てねえんだよなあー楽しいね今何分経ったかな忘れちゃいました忘れちゃったね楽しい時間は早く過ぎちゃうから ねまだまあ2曲ですからそうですねもう1曲バラードいっちゃいますかねお願いします、ね次はすみませんけども小袋ではないですって言われるんだったら全部小袋にするし
オリジナルが聞きたい。ごめん、あのセットリストってものがあるから変えらんないんだな。次回ね、絶対来てくださいよ。食われてるわ。俺たちの出囃子も全部食われてるわ、あれ。そうですね。もうどうしたらいいんだよ。タジタジだよ、本当に。かっこいい。じゃあ見てるだけでいいじゃん。え、なんで静かになるの。そこちょっと納得いかないでしょ。イケメンでしょうが。今日のために俺スキニーパンツ買ったんだからね。細身に見えるでしょ。もういいや。はい、次いきます。次もカバー曲です。聞いたことがあると思います。あれですよ、ドラえもんのやつです。ドラえもんのやつです。あんなこといいなじゃないですよ。そっちじゃないです。ちょっとハギちゃんもうちょい喋ってくんない？いや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 、いや酔っ払いの相手大変なんだよ。大変だね。ね、じゃあまあ行きます。逆にひまわりの約束お願いします。ちょっと清津さん。あ、ごめんなさい、すいません、大丈夫です。どうして君が泣くの、まだ僕も泣いていないのに、自分より悲しむから辛いのかどっちかわからなくなるよ。辛くてだった、その今日が二人なら宝物になる。そばにいたいよ、君のためにできることが僕にあるかな。いつも君に、ずっと君に笑っていて欲しくて、その優しさを、ぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい。ここにある幸せに気づいたから、灯る未来、もしも僕らが離れても、それぞれ歩いてゆく、その先でまた出会えると信じて、ちぐはぐだった夏のように今重なる。そばにいること、何気ないこの瞬間も忘れはしないよ。旅立ちの日、手を振るとき、笑顔でいられる。その優しさを、ぬくもりを全部返したいけれど、君のことだからもう十分だよってきっと言う。
そばにいたいよ君のためにできることが僕にあるかな。いつも君にずっと君に笑っていて欲しくて、周りのようなまっすぐなその優しさをぬくもりを全部、これからは僕も届けてゆきたい本当の幸せの意味を見つけたから。なんか うちらのライブ来ると2キロ痩せるっていうらしいね。いや、まあ歌ってる方は1キロも減らないんですけどね。いやいやいや、皆さんありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございます。本当になんかハギちゃん喋ります？いやいやいや少しはちょっとイケメン喋った方がいいよね。今日は皆さん本当にありがとうございます。なんでその初声だ。ありがとうございます。思いつきなんですよね。あの本当にベースさんに、あのベーシスさんにあの声かけてもらったからこういうことができたんで、あのベーシスさんまたやってもいいですか？ね、あの年に1回ぐらいしかできてないんで、もうちょっとやれたらいいなーって、もっと聞きたい。ありがとうございます。照れちゃうじゃんね。照れますね。あれだよ、でもあのうちらがやるって言ったらこのパターンしかないですよ。ギタードラムのみですよ。え、何ベースやる？いらないよ。ベースお願いします。いらないよ。ベース2人、誰と誰？わすごい。じゃあ後ろの3人出囃子やってもらっていいですか？出囃子でいいんですか？じゃあベーシスさん30分枠は短いかもしれない。ね、本当にね楽しみです。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ一応ねここまで頑張ったんで、じゃあオリジナル曲を1曲やりたいと思います。聞きたかった？なんかな、俺たちの歌えるそっちの方がもう入ってる気がするんだよな、 DVD に。DVD 買ってくれる？絶対買えよ。1万4000でいい。ライブの方が安いっていうね。あ、オリジナルが良かったら買う？ちょっとオリジナルをさ、はい、あれだ、ちょっとカバー曲に変えちゃおう。そうしましょう。ああ実際の名曲にしちゃおう。そうです。なんて言ってる場合じゃないですね。曲いきたいと思います。自分の歌います。ちょっと待って、ハギちゃんこのタイミングはない。どうしたの？違う、俺がミスってあっちが拾ってたから、ちょっと待って。あ、そうだと思うね。めちゃくちゃ面白いとか言わないで、めっちゃ喜ぶやん。行きます。いいですか？あ、いいですよ。いやいや、今のは俺待ってるでしょ。わかりました。あ、危ない危ない、ハギちゃん化粧するとこだった。はい、行きます。Yeah.
そうです。その時が来るまで想像もしなかった、憧れの人はあなた、あなた、優しさと厳しさ、弱さと強さ、今写真の中で笑ってる。会いたい、触れたい、話がしたい、いなくなった日から変わらない想い。親父としての生き方を僕らに見せてくれたあなたのことが大好きで、苦しくて辛い顔など見せたことはなかった。思い出せるのはあなたの優しい笑顔だけ。その時が来てからもう何